臆病風吹かすような連中は目立つことしか頭にねえって相場が決まってるんだよ。 池田屋の件はすでにお聞き及びかと思います。自分は会津藩と諸子大へも通達を行うよう三男総長より促されておりましたが。だろうな。次の指示は追って出す。山崎君はひとまず俺に同行してくれ。 安心しろ。新選組を奴らの言いようには刺せねえ。局長以下、我ら新選組一同、池田屋にて御用改めの最中である。一切の手出しは無用。池田屋には立ち入らないでもらおうか。 池田屋に立ち入ることを許せば、長州浪士制圧すら彼らの手柄とされるだろう。それだけ我ら新選組は 軽んじられているということだ。しかし我々にも務めが。小さい旅館に何十人も入るわけねえだろう。池田屋を取り囲むくらいが関の山じゃねえか。
それとも乱戦に巻き込まれて死にてえのか。我が身が可愛いならおとなしくしとけ。まあ、ピンから霧まで大小様々だな。辻斬りや追い剥ぎはもちろん、食い逃げも捕まえるし、喧嘩も止める。昇華を脅して金を奪おうとする奴らも、俺ら新選組が取り締まってるよ。よう、親父さんの情報なんか手に入ったか。なくらい顔すんなって。今日がダメでも明日がある、そうだろ。ねえシンパシー、そっちはどうだ、何か異常でもあったか。いや、なんも。けど、やっぱり町人たちの様子がせわしねえな。
戦火に巻き込まれまいと今日から避難し始めてるってことか。長州の奴らが今日に集まってきてんだよ。その関係で俺らも警戒強化中ってわけだ。池田屋の件で長州を怒らせちまったからな。仲間から犠牲が出れば黙ってられないだろう。今日の人間は幕府嫌いだから仕方ねって。どちらにせよ俺たちは俺たちの仕事をする。長州の連中が今日に来ても追い返すだけさ。対長州か。もしかすると近いうちに上から出動命令が出るかもしれねえな。そんな機会めったにないだろうな。せっかくだからお前も出てみるか。すまねえな。そうやってるとまるで故障みたいだな。ありがとう雪村君。すまんね、こんな仕事まで。
美味しいよ。ちょっとぬるいけど、これくらい好きのある方が君らしいよね。会津藩から正式な要請が下った。ただいまより我ら新選組は総員出陣の準備を開始する。ついに会津藩も我らの働きをお認めくださったのだな。はしゃいでる暇はねえんだ。てめえらもとっとと準備しやがれ。ったく、てめえの尻に火がついてから俺らを召喚しても後手だろうがよ。沖田君と東堂君は豚所で待機してください。不服でしょうが、私もご一緒しますので。君たちの負傷が癒えていないように、私の腕も思うように動きませんから。傷が残ってるわけじゃないですけどね、僕の場合。でも、確かに本調子じゃないかな。俺だって別に大した怪我じゃないんだよ。近藤さんたちは過保護すぎるんだ。大した怪我じゃないとか嘘つくなよ。昨日も傷口に薬塗られて悲鳴あげてただろう。うわ、そういうこと言う。サナさんは武士の情けとかないの？けど本当のことだろ。せめて女の子の前では黙っててくれたっていいじゃん。そういえば、もし新選組が出陣することになったら一緒に参加したいとか言ってたよな。おお、そうだな。こんな機会は二度とないかもしれん。せっかくだし、俺の分まで活躍してきてよ。
今度も無事で済む保証はねえんだ。お前を短所でおとなしくしてやろう。君は新選組の足を引っ張るつもりですか。遊びで同行していいものではありませんよ。三男総長、それは彼女が迷惑をかけなければ同行を許可するという意味の発言ですか。まさか斉藤君まで彼女を参加させたいとおっしゃるんですか。彼女は池田屋事件において我々新選組の助けとなりました。働きのみを評価するのであれば一概に足手まといとも言えないかと。よし、わかった。君の参加に関しては俺が全責任を持とう。もちろん同行を希望するのであればだな。